アロハ、毎日サンダルです。はい、ということで今日は映画をね見に来てました。見終わっちゃったけど花ワードのシアターに来てました。ね、もう作品名書いてあるよ。そう、だいぶ日本から遅れて何ヶ月？半年ぐらい？年末だったよね、多分。鬼滅の刃。鬼滅の刃。はい、もう全米でね公開されたっていうことで、今回は日本語版の英語字幕。まあ今日平日だけど、まあまあまあほぼほぼ埋まってたんじゃないかな。うん。まあただあのコロナの影響で結局席がね2つ飛ばしぐらいでしか入れないから、実際は多分集客は半分ぐらいの集客だとは思うんですけど、どうでした？面白かった、うん、面白かった、まあ、一番肝心なところでトイレして、あ、そう、もう我慢できなくてちょっとジュース飲みすぎて我慢できなくて最後の最後でトイレ行っちゃったけど、しっかり感動して泣いてる。あ、もちろん、まあまあ原作はもう僕は読んでるしね、あのもうジャンプっ子なんでハワイでもちゃんとあのウェブ版で購入して、はい、ジャンプは毎週欠かさず見てますからね。はい、何情報わかんない、まあハワイでもジャンプネタは、はい、見れるし、世界でねもう今雑誌を買わなくてもねネットで見れるっていう素晴らしいし、まあ、こっち来てばっかりの時にね若いローカルのスタッフとかと話す時に何のネタで盛り上がったかって言ったら、なんとかこうドラゴンボールとか、あのワンピースネタでね結構そうアニメコンテンツやっぱり若い子たちみんな知ってるからね、そういう話で盛り上がったりとか、ワンピースの T シャツとかあのキャラクターの T シャツとか持ってるとなんか、おや何それみたいな、いいなとか、まあそんなことでなんとかコミュニケーション、拙い英語でコミュニケーションを取ってたのが懐かしいですね。さあどうしましょう。ちょっとあっちの方行ってみようか。お、いい質問です。一人 18.5 ドルかな、だまあ2000円ぐらいかな。で、あ、そうなんだ。リリースデーとか、うんうんうん、そうだね。なんでまあまあ普通にハワイでも映画見れます。そうだね、今回はなんかちゃんとフルリクライニングシートの座席で、ね、営業時間が4時から、あれマンデークローズになってます。なみんなそう、ピギースモール、ピギー&スモールもね月曜定休だし、やべえ難民ご飯難民。なんかね今の神徳ラーメンはもともとアグーっていうローカルにも人気のラーメン屋さんの跡地にできたけど、もともとフードトラックでやってて人気が出たからあそこに店舗を構えた。ああ、そう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 、あったね、ワイキキであったね。さあワイキキに戻ってきて早めのご飯にしようと思ったら、あ、やってんじゃん。海が見えないよね、アランチーノから本来だったらねこう海が見えるはずが、山が見えるね、なんか山ビューになっちゃってるね。すごいね、ワイキキビーチじゃないんだよ。ね、まだ早い時間だから、早いのかな、予約だけとかじゃないじゃん。
そうだね、ちょっと一回挑戦してみようか。いや、しかしすごいよね、もうね。はい、ではランチのさんでいただいてきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった？めっちゃ美味しかった。もうサンセットもね、ちょうど今ご飯を食べ終わって、そうだね、7時、うーん7時前、うん、だから5時半に入って、予約なかったけど、まあすぐ入れて、まあ多分もう今ね、続々と人が入ってってるから、多分もうすぐ満席になるんじゃないかな。ウニパスタ美味しかったね。しかもなんかね、あのサーバーさんに勧められて、なんだっけ、チリフレーク、辛いのをちょっと一緒に乗っけて食べたらすごい美味しかったよね。そしてこれ映していいのか分かんないけど、子供たちが、ね、砂山の上で遊んでます。いや、もう乗っちゃうよ、そりゃ。勝手に穴とか掘ってるけど大丈夫かな。いや、掘りたくなっちゃうよ、あれは。まあ、ハワイあるあるかもしれないけどね。じゃあちょっとチーズバーガーインパラダイスの前を通って、いい感じじゃない、久々になんかこんなに綺麗な夕日を眺めるもんね。プルメリアとかもめっちゃ咲いてんだけどね。気づいたらもうお花の季節だよね。プルメリアとか、あとシャワーツリーとか。シャワーツリーも咲いてる？もうそろそろ咲いてんじゃない。チーズバーガーもやっぱりもう外で人が ね待ってるから。日曜休みのお店が多い。どうなんだろうね。でもワイキキはあんまり関係なくない。ここのハーゲンダッツ結構新しいよね。新しい。ここ戻る？どんなドレスよ。ああ。まあね。ね、みんなサンセット見てるね。ね、あ、いいね、これはいいね。いや、でもほら、だいぶやっぱり夏に向けて太陽が、なんていうの、こっちのもう山側、うん、にかかってきてるね。もう海には沈まないかな。冬の時期だとね、多分この辺に
沈んだけど、すっかり夏だね。どこかで写真撮る？あ、本当だね。なんか買って帰る？はい。アイス。オッケー。どこで買おうね。ABC。ABC か。三つ輪は7時までだね。バサルトの中のジェラート屋さん。ローソン。
アイスモンスター。アイスモンスターじゃないか。アイスモンスターではない、そうですね。ワイキキビーチは人が多いね。めっちゃいるね。まあ、どこの、まあ、ご飯食べに行くのにもやっぱりもうちょっと早めの時間にね、もう5時台ぐらいにもう夕飯を終わらして、今だったら7時前がサンセットだから、うん、ご飯食べてからサンセットに行くっていうのが一番スムーズじゃないかな。多分今だとみんなサンセット見てからじゃあ夕飯に行こうってなると7時半とかを、もう8時は多分だいぶ混雑してるんじゃなかろうかと思います。そう、まあ、早めにね、早めに食べて早めに寝て朝早く起きるっていうのがやっぱり僕の中ではハワイの一番いい過ごし方じゃないかなと思うけどね。こうやって見るとね、はい、じゃあハーゲンダッツで食後のデートだと。いや、相変わらず盛り上がってますな、カラカラは。あ、やばい、いた、いた。そういう時もあります。そういう時もあります。これなわーとかじゃないんで、おーおーみたいな、なんか音が可愛いから。そうだね、ガンマンのさ、キターンっていうのも、ああ、シルバーマンみたいなね。よくいるよね、あの音出すやつね、ガガーンっていう。あれはちょっとびっくりするよね。あれ、よし、お腹もいっぱいになったし、デザートも買ったし、まあ、家でテレビでも見ながらのんびりしますか。はーい、じゃあ今日も一日お疲れ様でした。はい、本日もご視聴ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 Thank you, mahalo。Mahalo.